捻転もレンジも段もの、かなり難しい縮毛矯正のアイロンをやっていきたいと思います。全体入れた後に、皆さんにお見せするためにこれもう一度やっております。毛を持ってですね、左右にアイロンを振ることによってアイロン内で髪の毛を転がすんですね。そうすることによってほつれが取れていきます。そうしていかないと通常通り入れてしまうと綺麗に伸びないので、転がすイメージですね。で、アイロンの中で円をこう形状していくような感じにやっていきます。で、フィンガーコームってこれ使ってるんですけど、細かいとこ取るのにこの小指のフィンガーコームかなり使えます、こういう場合は。で、グローブで、ちょっと細かいとこ持ちながらアイロンを上下に、じゃなくて左右ですね、ごめんなさい、上下に振る場合もあるんですが、左右に振って、ほつれを取っていきます。で、モモンガトリートメントつけた後に今度はオニヤンマジェルソルトで、酸化していきます。しっかり、これ今そうですね、つけた後に、お湯でチェンジリンスして、これはピンクスパイダーをつけております。はい、ピンクスパイダーをつけてますね。これ荷材処理終わった後ですね、荷材処理終わってモモンガをつけて、オニヤンマジェルソルトをつけて、これは今ピンクスパイダーをつけてる状態です。で、ピンクスパイダーはお湯で、反応しますので、お湯でだんだん高分子化していくんですね。で、これで今高分子化してる状態ですね、髪の上で。はい、これでかなりこういう髪質の場合もしっかりしてきますので、ピンクスパイダーで最後髪質を変えていきます。で、しっかり流します。はい、残留してるものがないように。で、ピンクスパイダー自体をお湯をしっかり通すと、どんどん高分子化していくので、しっかり最後はタオルでくるんでやっていきます。これはムササビクリアコートをつけてますね、水溶性のシリコンをつけてます。はい、で、これ癖毛の、新型の癖改善でも使っているものなんですけれども、はい、こちらのエアブラシを使ってですね、これあるものを使ってるんですけれども、これを酸化をさらにしっかりさせていくような感じです。はい、こういう感じですね。乾かす前にもしっかり、こういう髪質の場合は、かなり難しいのでしっかり酸化をさせていきます。はい、でこれ乾かしてる状態ですね。かなりこのような難しい髪質でも綺麗に伸ばすことができてます。はい、これは乾かしただけの状態を今お見せしてるんですけど、アイロンは入れておりません。根元がこのような感じで伸びてます。